モールタマン・アングレックのクリスマスツリーインドネシアのクリスマスは現地ではポルトガル語でクリスマスを意味するナタルと呼ばれる。インドネシアでは約2500万人のキリスト教徒が存在し、全国各地で様々な伝統を持ってクリスマスが祝われる。キリスト教徒が多い地域では祝祭や地域の料理でクリスマスが祝われるが、その他にも大都市のショッピングセンターなどでは、 プラスチック製のクリスマスツリーやシンタクラス、シンタークラスの飾り付けが行われる。テレビ各局では、クリスマスの特別番組が組まれ、毎年恒例のクリスマス音楽コンサートや、政府主催のクリスマスの祝祭が放送される。クリスマスには、伝統的な食べ物のほかナスター、カステンゲル、プトリサルジュなどのお菓子が供される。パプアのクリスマスで行われる。 バラペンのヨースパプア地方では、クリスマスのミサの後、バラペンと呼ばれる、クリスマスの共演のために豚肉を焼く行事が行われる。豚肉は焚き木を用いて熱した石の間で火を通される。焚き木の火にはマッチは用いられず、昔ながらの摩擦熱を利用する方法で火が起こされる。バラペンの準備として、パプアの男性は焼き石を並べるための穴を掘り、女性たちは、 サツマイモ要菜、わらびほうれん草、パパイヤなどの野菜を準備する。バラペンでは、まずはじめに穴の中に焼け石を並べ、その上に豚肉や野菜を乗せ、さらに焼け石で覆い豚がされる。この三層を半日ほど維持することで、豚肉に火が通される。バラペンの伝統は豚肉を分け合い食べることで、感謝、一体感、分かち合い、愛が表現されるとされる。 南レーティムールのネゲリナクでは、地元の人々やその周囲を浄化し罪から解放することを象徴するチューチネゲリと呼ばれる儀式を行う。チューチネゲリは、各部族が、各々の伝統的な儀式を行うために、各集落の行動などに集まることから始まる。この後伝統的な集会場へと歩いて向かうが、この時ティファを打ち鳴らし、 これに合わせて歌い踊りながら更新する。進行中、女性たちは金馬貧老寺ソピと呼ばれる伝統的な発酵酒などの供物を携える。他に、マルク州では、クリスマスイブに、教会の鐘が鳴るのと同時に、船の警笛が鳴り響くことが特徴として挙げられる。ジョグジャカルタ区域では、キリストの生誕劇を演じる、ワヤンクリが多く見られる。カトリック教会のミサは、 ブスカップやブランコンといった伝統的なジャワの民族衣装を着た神父によって現地の言葉で行われる。ムスリムのイドアルイコールフィトルと同様に、クリスマス期間は家族や友人を訪れることに使われ、日本のお年玉と同様に、ジョグジャカルタの子供たちは年長者からお金の入った封筒を受け取る場合もある。マナドではクリスマス前の12月1日から祝祭が始まる。 各地域で、それぞれミサ、クリスマスサファリを開催し、地方政府の役人は、毎日異なった地域のミサへと参加する。この期間、祭りに参加するほか家族の墓参りや掃除を行う、習慣が多くある。一連のクリスマスの期間は1月第1週のくんち、タオンと呼ばれる祝祭で終わりとなる。この祭りでは、特徴的な衣装が着られ、地域全体で行われる。 バリにて、クリスマスのために町に飾られる。ペンジョール・キリスト教徒の村のほとんどは、バリ島南部に集中している。クリスマスの祝祭は、バリのヒンドゥー教の影響を受けている。村の街道は、ペンジョールと呼ばれる黄色のココナッツの葉の装飾で、飾られる。このペンジョールは、アナンタボガと呼ばれる竜を象徴する。バリのクリスマスツリーは、鶏の羽根から作られる。 この特徴的なツリーはいくつかのヨーロッパの国が輸入している。トラジャではクリスマス期間中ラブリーディセンバーと呼ばれる文化観光祭を開催しており、集団舞踊や料理大会、文化祭、バンブーミュージックや手工芸品の展示会などが催される。バタックのバビパンガン。クリスマスの主催として供されることが多い北スマトラのバタックは クリスマス前の数ヶ月前から、家畜の購入費用を出し合い貯蓄を始め、クリスマスの日には購入した家畜を生贄として捧げる。この伝統は、マルビンダと呼ばれ、一体感や、相互の協力を示すものである。生贄には豚、水牛、牛などが用いられ、肉は費用を出し合ったものすべてで分け合われる。毎年、インドネシア宗教省は、ペラヤーン。 ナタルナシオナール・リパブリック・インドネシアを開催している。このプログラムは、スハルト政権の第6次改造内閣で行政、官僚改革担当省を務めたプロテスタントのティオパン・ベルンハルト・シララヒから、当時の大統領であったスハルトへの提案により、開始された。それ以来、毎年全国クリスマス祝賀会が開催されているが、2004年には、スマトラ島沖の地震と、 大津波の犠牲者に2018年には寸田海峡で発生した大津波の犠牲者への哀悼を示し中止されている。2013年まで祝賀会はジャカルタで多くの場合はジャカルタコンベンションセンターで開催されていたが2014年にジョコウィドドが大統領に就任すると変更されることとなった。2014年以降は以下の表の通りに開催されている。 ありがとうございます。